天とは、イノシトールリン質である、ホスファジジルイノシトールマイナス3、4、5から3リン酸の脱リン酸化反応を触媒する、酵素である。天の構造。天遺伝子は1997年に、使用抑制因子として同定され、染色体上の1923.3に位置している。天タンパク質の構造中には、ホスファターゼドメインと C2 ドメインが含まれることが、 X 線構造解析により明らかにされており、ホスファターゼドメインは点の酵素活性中心部位であり、C2 ドメインは生体膜のン脂質との結合に重要な部位である。点タンパク質は広く全身の細胞に発現しているが、特に上皮系の細胞に発現が高い。イノシトールン脂質であるトデンスプ酸はパイ3、キナーゼにより細胞内で合成され、 プロテインキナーゼ B、アクトの活性化を引き起こすことにより多彩な生物活性の発現に寄与している。点は、タンパク質に対するホスファターゼ活性は弱く、活性型のイノシトールリン脂質であるトデンスプ酸の脱リン酸化反応を担い、トデンスプ2へと変換する。点が阻害されることにより、細胞内にはトデンスプ酸が蓄積し、発がんに関与するシグナルが伝達される。 実際、癌細胞においては、転遺伝子に変異などの異常が見つかっている。マイクロ RNA の一種であるミア -22 は、アクトを活性化することで、転・アクト経路を制御している。ミア -22 は癌化の抑制に働いていることが分かっているが、その一つの経路として、転・アクト経路が考えられる。ありがとうございます。